皆さんこんにちは。DIY チャレンジのタカです。突然ですが、皆さんは魔法の車検ってご存知ですか？私はですね、ついこの前までは全く知らなかったんですが、この前ですね、偶然にも同じ200件に乗る初対面の方とお話しする機会がありまして、同じ年式、グレードの車を驚くほどの破格の、総額がなんと50万円で購入されたというお話から、激安理由などを拝聴させていただく中でですね、その車は車検書上の記載は、ついつまが合っているものの、プロが仕入れる、オートオークションではメーター交換歴があるため、本当の距離はわからないっていうことに加えてですね、事故修復歴があって、エアバッグランプがですね、最初からですね、消灯したまま、つまり一度も転倒しない車両であるために破格の価格で販売されたというものだったんですね。で、その話をですね、拝聴させていただく限りですね、私が気になったのは、そもそもですね、エアバッグランプが最初から消灯したまま、つまり一度も点灯しない状態では、車検に通らないだけじゃなくて、エアバッグが作動しない状態では、任意保険にも影響が出てくるんじゃないかなと思うんですね。で、継続的にですね、車両を維持することができないんじゃないかなという質問をさせていただいた際に、いやいや大丈夫だよと、それだったら、どんなメーカーのどんな車両の状態でも魔法の車検に通せば正真正銘の正規の車検で、通したものとですね、全く同じ車検証を手に入れることができるからということで、そういうお話だったんですね。で、そこでですね、今日は私はですね、お話をさせていただく内容っていうのが、この拝聴させていただいた魔法の車検っていうのはどういうものなのかなっていうテーマで、私が拝聴させていただいた内容を皆さんに共有させていただきたいなと思いまして、私自身も魔法の世界っていうのはわからないことばかりなので、いろんな意見ご教授ご指摘いただければと思います。それではですね、魔法の車検についてお話をさせていただきたいと思いますが、そのお話をさせていただく前にですね、大前提としてそもそもの車検について私なりの考えをお話をさせていただきたいと思います。皆さんもご存知の通りですね、私の認識の中での車検とはですね、安全に自動車バイクに乗り続けるために、法律に基づいてですね、原則2年に一度受ける自動車やバイクの定期検査のことだと思っております。この車検はですね、保安基準に満たしていることが前提で合格をいただけるものですので、当然ながらですね、保安基準に満たしていない違法改造車とかですね、安全装備が機能しない、エアバッグランプが点灯しないですね、衝突したままのような整備不良車はですね、車検には合格することができないという認識を持っております。しかしですね、拝聴させていただいたお話ではですね、どんな車でも魔法で車検を通してしまう、魔法の車検というものが存在するみたいで、常識ではですね、考えられない、絶対に車検に合格することができない車でもですね、魔法の力で合格してしまうという車検があるそうなんですよね。一般的にはですね、その存在は知られていませんが、知る人と知る裏の業界では、その魔法の車検のことを闇車検という、裏車検と呼ばれていたりするそうです。拝聴させていただく限りですね、私たちが知らない闇で行われる車検では、どのような状態の車でも合格させてしまう魔法の車検だそうなんですね。で、それでですね、闇での表現なんですが、一般的ではない、ピンとこないんですけれども、これらの通称はですね、闇車検とか、裏車検とか、ペーパー車検などと呼ばれて、その名前からもなんとなく想像がつくと思いますが、私たちの常識では絶対に車検に通らない車やバイクに対してですね、正真正銘の本物の車検証を発行するために存在するのが、魔法の車検、通称では闇車検というものらしいんで、もちろんですね、闇と言われてるので、表立ってですね、勧誘とか栄養っていうのはありませんので、普通に生活している常識人であればですね、その存在を知る機会はですね、ほぼないと思うんですね。で、私がですね、その話を拝聴させていただいた後にですね、私なりに闇車検、すなわち不正にですね、車検が実施され、摘発されたニュースを確認する限りではですね、なんとですね、日本国内では私たちの知らないところで、私の想像をはるかに超える1年間に毎年ですね、1000台以上の不正車検が摘発されているようです。驚いたのはですね、不正車検として明らかになった数が1000台以上ということは、バレずにやり過ごした数を含めると、その10倍以上のですね、1万台以上は不正に車検を合格させるのではと、想像してしまいます。これがですね、現実だと考えますと、私たちが利用する日本の道路のあちこちでですね、安全が担保されていない整備不良の車が走っていることになりますよね。これって想像するだけで怖いですよね。よね。でも、そんな闇車検が今もなお一定の需要があるため存在しているらしいのです。魔法で何でも合格させてしまう闇車検は、指定工場ではないと実施できませんので、私が想像する町の個人がやってるような小さな車屋さんではなく、大勢の従業員を抱え、メーカーの看板を背負って、国から認可を受けてですね、車検場に持ち込まなくてもいいよと、特別に認められた大規模な自動車販売店が不正を実しているということになります。もちろんですね、そんな大きいところが実施するわけですから、自動車販売店にとっても非常にリスクが高いため、費用は通常の車検と比べて高額になるようです。当たり前ですが、絶対にやってはいけない違法行為ですので、バレたら指定工場の取り消しされますよね。それから営業を継続することができなくなりますよね。で、販売店にとっては信用の失墜、大打撃ということになります。でも、なんでそんな闇で行われている車検に需要があるんだろうかというふうに考えていました。まず、闇で車検を通す魔法の車検のメリットについて考えていました。私がですね、拝聴させていただく中でですね、魔法の車検では、正規の車検で行われる点検や整備、検査は一切行われないということだったんですね。基本的にはですね、魔法の力を使って闇で正規の車検証を発行するという行為が魔法の車検、通称では闇車検と言われているそうです。なので、紛れもない正規の車検証を手に入れたのに、車そのものはですね、点検も整備も検査も一切行われていないことから、魔法という呼ばれ方をしているらしいのです。本当ですね、ある意味悪魔の魔法ですよね。そんな魔法の力で闇に車検を合格することにいくらかけたのかっていうところで拝聴したところですね、私がお話をさせていただいた200件のクラウン乗りの方はですね、エアバッグランプが消灯した状態で正規の車検証をですね、発行してもらうのにかかった費用は20万円税別だったらしいですね。で、もちろんですね、点検も整備も検査も一切行われていないので、正規の車検証を発行するという、手数料らしいです。またですね、拝聴させていただいた闇で行われている車検のお値段に、相場というものは存在しないらしくてですね、自動車販売店のいいねで決まることが大半らしいですね。その方がおっしゃる根拠のない感覚的な目安としては、通常の車検の2倍程度の金額なんじゃないかなと話されていました。もちろんですね、この値段は一切点検も整備もしない、ただの車検証を発行するだけの金額のようです。闇で車検をお願いする方も受ける方も大きなリスクを冒してですね、決して安いものではないですよね。闇で車検証を発行していることが、世間に明るみになればですね、自動車販売店は逮捕や資格の取り消しで営業停止になるリスクもあるので、そのリスク分を上乗せされている価格なんだとは思いますが、それにしてもですね、そんな闇があったっていうのは、衝撃的ですよね。何が衝撃的かというとですね、一番はですね、個人商店のような小さな車屋さんが、出来心でね、不正をやってしまうんではなくて、国からですね、認可を受ける大勢従業員を抱えるメーカーの看板を背負った自動車販売店が、組織ぐるみで闇で不正を実施している現実があり、その数が摘発されているだけでもですね、毎年1000台以上もあるというのが一番ショックでしたね。その話を聞かされた後にですね、魔法の車検である闇車検はどこでやってるのかなっていうのをネットで検索してみたんですけれども、どこで闇車検を通しているのか調べようと、ネットには検索しても出てきませんでした。絶対にね、やってはいけない違法行為ですので、当然といえば当然なのですが、でもそんなやってはいけない闇取引を行われている場所っていうのが、実際にですね、闇車検が行われている場所がですね、小さな車屋さん、つまりその町の車屋さんが営む認証整備工場ですね。ではなく、大勢の従業員を抱える一部の指定工場なんですよね。で、町の小さな車屋さんが営む認証整備工場は、国がですね、運営する定められたですね、管轄の運輸支局とか、軽自動車検査協会へ車検場にですね、車を持ち込んで、車検検査を受検した後に車検証を発行してもらわなければならないのに対して、指定整備工場ではですね、国から独自の車検を行うことができる権利を一任されているので、管轄のですね、陸運局へ車検証の、申請手続きのみで大丈夫という仕組みになっているようです。つまりですね、この仕組みを悪用して、本来は車検に通らない車両を点検も整備も検査もせずにですね、すべてやったことにして車検証を発行しているらしいんです。そこでですね、指定整備工場って一体どんな場所なんだろうということで興味が湧いてきましたので、指定整備工場やその場所で、勤務する自動車検査員についても調べてみました。驚いたことにですね、指定整備工場に勤務する自動車検査員は、国土交通省から指定を受けたみなし公務員であって、公務員としてですね、自覚と、相応の責任を負っていますので、闇に車検が行われた事実が発覚した場合はですね、重い罪を負うことになって、必然的に業務の停止命令または指定の取り消しが行われるとありました。不正の事実がですね、発覚すれば、逮捕や起訴をされることになりますので、指定工場のですね、存続もおそらく不可能ではないかと想像するくらい大きなリスクが伴うと思います。もちろんですね、まともに運営されている自動車整備工場が、大半だと思います。このようなね、不正が実施されている背景には、点検も整備も検査も、ほぼ何もしなくても高額の報酬が手に入ることもあって、絶対にやってはいけない、悪いと知りながらも闇にですね、車検を実施してしまっている指定工場は少なからずですね、存在しているんじゃないかなと感じました。そこでもう一つ気になったのが、闇車検を依頼したユーザーも罪に問われるかということについても調べてみました。闇車検をですね、実施した指定工場が有罪として罪に問われるのはもちろんのことだと思いますが、その闇車検を利用した依頼人であるユーザーはどのような処分があるのかについて私なりにね、事例を調べてみたところ、利用者であるユーザーに対しては、贈賄などの疑いでですね、書類送検されているようです。ですのでですね、闇車検を利用した場合はですね、無事に正規の車検証をゲットした後もですね、不安は常につきまとうことになります。ユーザーである利用者がですね、贈賄になるのは闇車検であると分かっていて、利用したということがですね、立証できないので、何も仕事をしていない人に対して賄賂を送ったという形での立件になっているんだと想像しております。これを見てくださっている大半の方が常識人だと思いますが、ごく一部の方がですね、魔法の車検に魅力を感じている現実があると想像しますが、書類送検レベルのですね、小さな犯罪とは言ってもですね、立派な犯罪行為ですので、闇で車検を依頼するのはやめましょう。これを機会にですね、少しでも利用する方が減ればいいなと思います。そんな犯罪行為を望む需要がなくなればですね、不正を行う工場も減りますので、自動車やバイクが好きな一人としてですね、自動車や、バイクのイメージが悪くなるようなことはやめてもらいたいと思っております。月にですね、でもなんでそんなやばい秘密のことがバレて捕まってしまうのかっていう、その理由についても私なりに調べてみました。闇車検を受けてもですね、自分や指定工場の誰かが喋れない限りバレるはずがないし、リスクを冒して喋る理由が見つからないと思っていたんですが、実際にはですね、よくバレて摘発されているようです。バレる主な理由をですね、過去の事例を拝見する限りではですね、競合他社とか、その従業員とか、闇車検を受けた人の、知人などの通報によってバレるケースと、もう一つはですね、闇車検を通した車両が実際に事故や違反をしてですね、警察の捜査が始まってしまうっていうケースが一番多いみたいですね。考えてみたらですね、まともな経営している指定工場からしてみたらですね、自分の店では、真面目に真っ当な整備をして営業しているのに、本来の仕事を放棄してですね、闇に車検を通して楽して大金を稼いでいる悪党がいればですね、気に食わないとして、通報したくなる気持ちにもなると思います。今回の、魔法の車検の話を聞いてですね、個人的に思ったことは、これからもですね、なるべく自分でできることは自分自身で整備してですね、ユーザー車検に、通そうと思いました。今もそうしてますけどね。で、もちろんですね、できないことはその道のプロにお願いしなければなりませんが、皆さんもですね、ぜひ DIY を楽しみましょう。今日はですね、私が知らなかった魔法の車検、つまりその闇で行われる車検の存在を、聞いてですね、本当に衝撃的だったので、ここで皆さんとも共有してですね、こういった悪いことがはびこらないような形で共有できればなというふうに思いまして、情報を発信させていただきました。私もですね、ちょっと裏のことは本当に何もよくわからないし、初めて聞いてちょっとショックだったんですけれども、こんな事例があるよとか、こんな話が聞いたことあるよとか、私の知らないことをですね、知ってる皆さん、ぜひぜひ、いろいろ共有させていただければと思いますので、ご意見、コメント欄でいただければと思います。またですね、車、バイクの整備や、市場とか、それにまつわることをいろいろ発信していきたいと思いますので、今後ともご視聴いただければと思います。本日はご視聴いただきまして、ありがとうございました。DIY チャレンジのタカでした。